はい、皆さんこんばんは。これから少し西アフリカ、マリからの弦が22弦ですね。11、11、全部釣り糸。昔は動物の蝶とか筋とか、弦として、使われてた。今簡単にみんな釣り糸でやっています。まあアフリカの音楽たらですね、みんなのイメージがガン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 踊りにぎやかですけど、これは真逆ですね。まあ昔のマリ帝国の時代ですね、その王様疲れた時とか落ち込んでる時とかですね、この楽器の音を聞いて、そして、休めるという感じですね。休むための楽器です。これは踊りではない、にぎやかではない、ね。まあ、月を見ながら、空を見ながら、休みながら、冒頭しながらですね、いろんなことを想像しながら音を聞いて、そして皆様の気持ちも柔らかくなると思います。じゃあこれから行きますので、ゆっくり休んでください。よろしく。ありがとう。
けという曲ですね。ファマが王様、ディンケが息子、なぜ王様の息子を讃える歌をあろう。昔、今でもマリとかですね、ギニアとかセネガルとかですね、まあ、マンディン家族という人たちがいますので、その人たちの中にはですね、グリューという、まあ、民族がいますね。その人たちはですね、音楽を仕事として、やっています。それで生きていきます。でお金をもらうためにはですね、偉い人とかお金持ちの人たちとかですね、叩いてそしてお金もらう。王様の息子を叩えれば、まあ、王様から何かがもらえるんじゃないかなという、だからこの歌もできています。誰が最初に作ったのか、まあ、あまり分かっていないんで、まあ、コーラの曲たちはですね、大体誰が作ったのかあまり知られてない。みんなトラディショナルという感覚で、まあ、昔からできてる曲たちです。で、今の演奏者たちはですね、私たちはですね、そういう古い曲を使って自分の色をプラスするの。それが大体コラーという感じなんですね。曲をやると人が違うですから、もちろん基本のメロディーは残っています。ですけど自分の色も少しずつ人によって、変わっていきます。それがコラーの本当にいいところだと思います。すごいパーソナルな楽器です。自分のものにする楽器です。次はですね、マウラという曲もあります。そのマウラも、王様の一番偉い将軍さんを称える歌です、ね。まあ、昔マリ帝国は、まあ、結構うまくできていて、まあ、王様がいて、その周りに、まあ、軍人たちもいて、その周りに農業をやってる人たち、農家たちもがいて、まあ、いろいろ、まあ、結構うまくできていた。だからいろんな曲も、そういう見ながらいろんな曲もできてきたという感じですね。まあ、マリにいてもギニアにいてもセネガルにいてもコトディーバルにいても日本にいてもアメリカにいても、コーラやってる人間はみんな同じ言葉喋ってるです、ね。みんなマンディン家族です。大体、それだけが、まあ、結構すごいパーソナルな楽器です。じゃあマウラぜひ、聴いてください。
好きはまあ大切な人とか両親とかですね、長い間旅に出て帰ってきた時の喜びの曲です。聴いてください。
こ行っても愛という言葉がありますけどね、愛愛愛愛、触ったらノイズがなくなるわな。愛という言葉があります。ですけど一番分かりにくい難しい言葉ではないのかなっていう感じがするですね。まあ男と女の愛ではなくてね、それめんどくさいからそうじゃなくて何で笑うのよおかしい、まあ、いい時もあればめんどくさい時も多いからなまあそれでですね、まあ言いたいのはですね、人間と人間の愛ですね。例えば日本人とアフリカ人とか、日本人、ヨーロッパ人とか、ヨーロッパ人、アメリカ人ね、みんなお互いのことをもっともっと理解して少しぐらい愛があれば、まあ、もっともっと平和ができるんじゃないのかなということなんですね。まあ、まあ、相手を力を出すけどとかさ、もう絶対平和ならないから、ね、だからどんなに強くてもね、その力を使って愛を作ろうとしたらもう無駄ですよ、無理です、できない、ね、少し一緒になっていろんな話をして、ね、お互いのことをもう少し分かれば、その方が一緒に生きていけると思います。まあこれからアフリカからの愛の曲を皆様聴いてください。男と女の愛ではありませんということです。よろしく。Thank you.
私マリから来ました。マリ共和国ですね。まあ知ってる人は知ってるんですけど、今いろんな問題があります。いろんなところからいろんな外人さんが来て、まあ、いろんなことをやっています。現地の人たちも困っていますけど、まあ、あまりニュースに出てない、ニュースに出せないという現実もあります。まあ、もちろん国連もいますけど、私たち問題があるアフリカの地域の人間たちはですね、みんな国連嫌いなんですよ。どうしてか、いろんな問題国連の中、拒否権を持っている国たちがいますよ。まあ、ロシアと中国は除いて、残りはですね、いろんな戦争を進めているんですよ。国連もそういうことを見て見ぬふりしているんですよ。ですけど、そういうことはあまりニュースは出れない。例えば現地の人たちは今でもマリに行くと国連の反対デモがあります。マリだけじゃなくて、いろんな紛争と思っている、言われているアフリカのところたち全部外からも救っている結果ですから、アフリカ人からの戦争では、戦争ではないけど、そういうところ、そういうこともみんな知らないんですよね。まあ、で、どうしてそういう戦争が起こるのかですね。今、マリはですね、石油、ウラン、ガス、いっぱい見つかったのね。で、その安く手に入るために、拒否権を持っている国連の国たちが戦争をするんですよね。それで日本たちがそういうところを守って、安くあるいはタダでそういう資源を持っていくんですよ。それでまたアフリカが貧乏って言っていくんですよ、ね、アフリカの一番ダイヤがあるところですね、一番石油ある、何でもあるアフリカなのに貧乏って言われているのね。今アフリカ人もそれはもう納得できない、ね、今ネット時代ですね、いろんなことが今外に出ている、ね、本当にアフリカのものをちゃんとした値段で買えれば、アフリカに一人もコンビ、貧乏はいませんから。ですけど、奴らはそういうものを盗んで、で、それでまたアフリカが貧乏って言ってくるの。だから今、私たちも、もう納得できない。いつか、問題が起こると思います。私、政治家ではないので、言いたいことを言います。言うという自由がありますので、ね。その中で、現地の人たちは、まあ、いつか良くなるんじゃないのかなということ、という希望、という曲を、作って、これから皆さん、曲をぜひ、聞いてください。あと本当にアフリカのことをもっともっと、ね、もっともっと日本たちですね、もっともっと調べてください、ね、
調べたらいろんなことが分かってくる。アフリカは貧乏なところではない。アフリカは一番豊かなところなんです。だけどアフリカのものを盗んでいるんですね。でみんな貧乏という言ってくるの。よろしく。
もう少し上げてください。最後の曲なんで。 人生の旅です。まあ人生は旅みたいんで、 いいこともあれば悪いこともあれば、まあいろいろあります。その流れの曲です。聴いてください。
ありがとう。 Merci beaucoup. Thank you. ありがとうございます。